炎章神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者、内宮の拙者27社のうち、第3位である。神宮の御園を守る神を祀る。三重県伊勢室村町麻座白木723に鎮座する。山戸姫命が定めた神社であるという。地域では、鎮座地名を取って、白木山、白木の宮と呼ばれ、厚い信仰を集めている。まっすぐに伸びた杉の小立を抜け、 長い山道を進むと社殿が現れる。山道入り口に、強方更新の名がある金節症石師が立つ。1990年時点の社地の面積は5609平方メートルであったが、隣接する三重県道22号伊勢南東線の、拡幅工事のため753.9平方メートルを30件に譲渡した。社殿は、新名作りの板吹きで、 大きさ派行9尺、妻7尺、高さ7.8尺で、ある。玉垣、玉垣5門、鳥居を備える。古代の社殿は、長さ9尺、広さ7.5尺、高さ4.6尺の、社殿を2頭有した。身体は石である。祭人は、そなひひ古いのち、お前神。この地域の神であり、神宮の御園の守護神である。そなひひ古いのちは大水上命の子であり。 その作神である。普通にご利益があるという信仰が、かつて存在し、全壊すると、萩の箸を十二前奉納する、お礼参りの慣習があった。古代には、お前神を祀る、御前社が存在していたが、文永三年に作り替えられて、以降、社殿の作り替えは行われなくなり、後に御前社は建てられなくなり、お前神は、そなひひ古い命を祀る本社と同座することとなった。 宮川に沿って下ってきた山和姫命は、ここで、その作神に、マテラス大臣への御園を建て祭られたため、この神社を定めたという。国津神を祭神とする神社は小税によって建て替えが行われたが、炎章神社を含む格式の高い六社は、内宮の戦後が完了すると、作り神宮氏によって建て替えられた。文永三年内宮戦後期に、戦後が行われた記録が残されている。 しかし、応仁の頃から作り替えが遅れ始め、やがて作り替えが行われないどころか社地すら不明となってしまった。漢文三年、大宮寺の壁成長は、旧社地の探索を行い、広大神宮儀式長の記述、在沼木豪石領などを参照し、渡来群津室村に9月22日に社殿を、造営、12月9日に新選を行って再興した。ただし、 最高地は、儀議が出され、元禄四年十二月二十三日に、大中富長春は、津村を旧社地であると定め、元禄七年三月二十六日に新選を行って、元社地に移転した。百五十八年三月に作り替えが行われ、百八十一年四月に、大修繕が施された。三節祭、記念祭、新稲目祭り、 臨時法兵祭の際には神職らが訪れ、社党で祭祀を取り行う。それ以外の祭壇祭などは、内宮の五条殿で養子を行う。なお日常の清掃等を行う役職として、はふりべが置かれており、神宮寺長から任命を受けたはふりべが神社の保護にあたる。三重県道二十二号伊勢南東線とその愛神社の、社僧伊勢湾台風を耐えた檜木杉黒松の大木を、 死体都市、坂城市黒梅日坂木などの常緑紅葉樹、落葉紅葉樹が混成した車窓が形成されている。神社の入り口は、三重県道22号伊勢南東線に面している。車道沿いにありながら、境内は静寂に満ちている。伊勢市街方面から訪れると、伊勢自動車道の高架をくぐったところにある。ありがとうございます。